バトルする仲間を選ぶ。バトルアプリのバトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発するぞ。戦闘開始。今までの敵よりヤバそうだ。勇気を持って挑んでくれ。何のため全部破壊し尽くすよ。このバス7個体力ボーナス、体力ボーナス、体力ボーナス、体力ボーナス。ラウンド1、敵のアビリティを発動。アタックが間に合う。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。しまった。敵の戦闘力がこちらを上回っている。敵が成功だ。敵のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。見逃した。いいガードだ。トルインがスーパードラゴンボールゲット。敵のアビリティ発動だ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。いいガードだ。トルインのスーパードラゴンボールゲット。敵のアビリティ発動だ。舞い上がれ。君のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。トルインのスーパードラゴンボールゲット。敵のアビリティ発動だ。なんだと思う。敵のアビリティ発動だ。ボタン、君の勝ちだ。やるじゃないか。トルインのスーパードラゴンボールゲット。敵のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。その程度か。敵のアビリティ発動だ。ラウンド2。たまんねえぜ。仲間のアビリティ発動。敵のアビリティ発動。合体モード突入。たまんねえぜ。メインを枠。ゲットモード突入。光っているゲットカードを順番に枠の中に入れるんだ。ゲットカードをアタッカーを決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。バトルカプセルモード突入。次に光っているカードを1枚、カードを動かして発動したい効果を選ぶんだ。バトルカプセル効果決定。これが修行の成果。パワーを変えてバトルカプセルを発動させるんだ。スーパーサイヤロックオンモード突入。カードを動かして敵を狙うんだ。仲間のアビリティ発動。これからが本番だ。しまった。敵の戦闘力やこちらを上回っている。敵が成功だ。仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。
カード成功。ボルンガドラゴンボールが全て揃ったぞ。次のラウンドでボルンガドラゴンスロットチャンスが発生するぞ。敵のアビリティ発動だ。そんなにもやらせろ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せば君の勝ちだ。やるじゃないか。敵のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。この程度か。ボタンを押せ。敵のアビリティ発動だ。この程度か。敵のアビリティ発動だ。ボタンミラクルパーフェクトだ。君の勝ちだ。やるじゃないか。敵のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。たまんねえぜ。たまんねえぜ。バトルアプリ発動チャンス。使いたいバトルアプリを枠に入れてくれ。セット完了。仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。たまんねえ。ボルンガスーパーバトルスロットチャンス。ドラゴンボールを7つ揃えし者よ、さあ願いを言うわよ。これはラッキー。バトル終了後トルンガスーパービッグボーナスが発生するぞ。オッケー。トルンガスーパーバトルスロット効果発動。合体モード突入。メインを枠の中に、パートナーを枠の中に、このまま2枚のカードを合わせるんだ。